じゃ。こんにちは。はい。はい、豊かさん。はい。豊かの視点3連戦を振り返るの時間です。はい。またコロナ。来たよ、来た来た。さあ、どこでしょうみたいな。何が来たんでしょうかね。まあね、まあそういう、こう、いろいろこう動きがあった3連戦だけども、はい。まあちょっと振り返ってみようか。はい。では、まずセ・リーグからいってみましょう。はい。はい、今回は DeNA3 連勝、はい、ジャイアンツが2勝1敗、はい、広島が3連勝ということです。あ、まあ面白い3連戦だったけども、はい、まあ、DeNA と阪神からね、はい、で今永青柳、うん、ね、1戦目始まるんだけども、はい、まあ、DeNA の方は青柳に対して5回まで100球を投げさせたんだよね、はい、だから苦しめたというね。で6回に早めに代打オースティンを使って1点をもぎ取るんだけども、はい、やっぱこれはあの浜地だとか湯浅だと抑えの阪神の抑えのピッチャーがいいんで、はい、うん、だから早めにオースティンを使ったというね、そういう作戦がまあ決まって、はい、太田がサヨナラのタイムリーを打つというね。うん、でこの試合で光ったのが牧の走塁や、まあ、守備が光ったね。うん、阪神の方は、はい、大山に続き中野がコロナ、そうですね、まあ木浪が代わりにショートに入るんだけども、うん、まあヨーカーとか木浪とかタイムリーを打つんだよね、はい、で青柳は援護するんだけどもさ、まあ、糸原のその送球ミスからちょっと流れが変わって、うん、まあ、ゲームを落とすような形になったんだよね、1戦目、うん、うん、だけど1戦目見てるとやっぱ牧の、はい、攻守にわたっての活躍、うんうん、バッティングも状態も非常に良くなってきたかなっていうようなね、うん、まあ、そんな感じがした。はい、はい、で浜口、伊藤2戦目ね、まあ浜口がナイスピッチングしたね。はい、うん、まあ2アウトからだったんだけども山本のエラーから、まあ、佐野がつないで、まあ、ずっと 0-0 でいってたのよ。もう伊藤も本当にねいいピッチングをしてて、うん、で8回2アウトから太田の打球を山本がエラーをして、そこから佐野がつないで、はい、牧がタイムリーを打つというね。でまあ、山本のエラーっていうのも内野安打かなっていうような感じもしたんだけども、記録上はエラーになったと、まあ、それで、まあ、牧がツーベースを打つんだけども、その中継に入った、はい、江越が、まあ、打球を処理した江越がね、サードに悪送球をして、まあ、2点目を献上するという。でその後宮崎がもう1点追加のタイムリーを打つとか、うん、だからすごくエラーがね非常に、はい、まあ1戦目は糸原、はい、2戦目は山本と江越とかね、うん、ちょっとエラー絡みで失点するケースがすごく増えてきてるんだよね。なるほど、うん、でこの試合から近本が出れなくなってんだよ、コロナで。そうですよね、うん、だから非常にちょっと苦しいなっていうようなね、こう次々と主力が離脱というような形ですよね、うん、だから阪神はその死のロードって甲子園を明け渡してるから、うん、まあ、移動しながらゲームがたくさんあるんだよね。だから気をつけなきゃいけないし、はい、ホテルに入ってるメンバーが一人でもコロナになったとしたら、はい、クラスターを起こす可能性があるから本当に気をつけてほしいよね。うん、で3戦目、はい、石田と佐伯、はい、うん、佐野と峰のホームランとかね、うん、オースティンのタイムリー、はい、うん、まあエラー絡みだったんだけども、はい、まあそういうことで、まあ、3戦目も取るんだけどもね、まあ、佐伯も非常に力があって悪くはなかったんだけど、うん、失投を的確に捉えられたというね。まあ佐野と峰に、まあオースティンもそうだけどもね、はい、うん、でその中で
まあ、接戦を演じてる中で、うん、糸原がフォアボールノーアウトから出た7回、うん、ヨーカーに送りバントをさせるんだよね。でこれがヨーカーだけがなんかこう左ピッチャーに合ってるというか、今年のヨーカーっていうのはあの左ピッチャーしか打ってないんだよね、ヒットを、はい、まあ、左キラーなんだよ言えば、うん、でその送った後に梅野かなで下位にこうずっと下がっていくから打順が、だからそこら辺ちょっとね勝負かけて打たしてもよかったかなっていうような、だこれもねコロナの影響でちょっと野球が小さくなってるかな、やっぱ点が取れないので。ただやっぱりこう近本中野大山って抜けて、まあレギュラー3人が抜けてるわけだから、非常に今阪神は辛い状態にあるよね。まあ、逆にまあ太田が今日またコロナということでね離脱はしてるんだけども、まあ非常にピッチャー今永浜口石田って非常に安定感があった。今日の石田でも非常に安定感あったしね、だから素晴らしい3連戦だったと思います。はい、はい、DeNA が、はい、あの太田選手の代わりに登録になった選手が関根選手。あ、関根ね。ね、骨折で長期離脱なのかなって思っていたら、うん、うん、だまあ、古傷がちょっとつくような感じで、うん、剥離骨折みたいな感じで痛みが取れれば大丈夫っていうような方向になってたみたいですね、うんうん、まあ休んでる場合じゃないよね関根はね、立場上ね、うん、頑張らないと、うん、まあ今日でも守備固めに出てたけどね、うん、はいはい、はい、続きまして中日対、ジャイアンツ、はい、まあ、1戦目柳とメルセデス、うん、ね、石垣岡林が、まあ、それぞれ若手がねタイムリーを打つ、はい、ね、その岡林は立浪が高卒で100安打打ったのは32年ぶりのこと、岡林が100安打に到達したんだよね。で3年目の高卒で100安打に達したのは立浪以来32年ぶりというね、まあ、そういうヒットもありながら、ビシエドが最後セカンドの内野安打で、まあ、決勝点を叩き出すと。まあ、この試合で、ジャイアンツの方も岡本が先制タイムリー打つとか、はい、ポランコが勝ち越しの二塁打を打つとか、まあ、接戦のゲームだったんだよね、ただ勝負を分けたのは阿部だったかな、阿部の高いバウンドのゴロを、まあ、ショート中山が突っ込んできてファンブルするんだよね、弾くんだよね、だからまあここら辺やっぱこう球際が強いとね、アウトにできたかもわからない打球だし、内野安打としても取っとけば決勝点は生まれなかったという、その弾いたゴロで岡林が起点を利かして二塁からサードに進塁してるんだよね、うん、ただこの試合でジャイアンツは8イニング中5度の先頭打者を出してるんだよね、うん、だからまあここら辺やっぱもう少し先頭バッターを慎重に攻めないとちょっとやっぱゲーム展開は苦しくなるし負けてしまうというね、うん、なるほど、だから柳もそうよくはなかったんだけどやっぱ粘れるピッチャーだよね、はい、で2戦目上田と戸郷、はい、まあ、戸郷は10勝をかけ、うん、ね、上田は初勝利かなをかけ登ったんだけども、はい、まあ、上田の方は7回87球、うん、ナイスピッチングだったんだよね、はい、で戸郷は8回138球、はい、ね、10勝を挙げたという、うんうん、で再三にわたる中日はチャンスがあったんだけどもヒットが出ないよね、うん、だからまあ、そこで問題なのはやっぱりビシエドと、まあ、木下かなっていう、まあ、木下はたまに打つんだけどもさ、ビシエドも昨日その前の試合っていうのは決勝タイムリー打ってるんだけどもやっぱちょっと安定性がないよね、うん、で戸郷が10勝できたのは中田翔のおかげという、
で9回ツーアウトから、ね、もうその回で戸郷は延長に延長というかおそらく変わる予定だったと思うんだけども、マルティネスからホームランを打つという、外の150キロのカットボールをカットしながら、ね、ファールにしながら甘いボールを待って、それを見事に決勝ホームランを打つわけだけども、やっぱ迫力があったね、はい、あの中田のホームランというのはね。で大勢が、まあ、セーブを上げて、戸郷が、はい、2年越しの、もう待望の10勝を上げると、初の2桁勝利を、上げるというね、はい、だから、まあ、中日も再三チャンスがありながら、まあ、あと1本が出ないということで、まあ、戸郷に10勝をプレゼントしたという、はい、ね、で3戦目松葉、山崎伊織、はい、ね、打てない中日が、満塁のチャンス、ね、ノーアウト満塁だったんだ6回なんか、はい、でビシエドライトフライ浅いね、タッチアップができない、で木下が、ファーストフライ、これは中田のファインプレー、ファールボールだったけどね、はい、で代打あの福田か代打が出てきて、これもファーストフライということで、まあ取れないんだよね。あ、木下は内野安打打ったのか、内野安打打ったんだ、ごめんごめん、内野安打打って1点は取るんだけどもさ、だけどやっぱノーアウト満塁が1点で終わるというね。そうですね、でもその中で山崎伊織がよく頑張ったよ、6回99球4安打1失点というね、で一つの山も越えれるようになったし、まあこの1勝っていうのは、まあ、前回も勝ってるから2連勝になったんだよね、だから非常に、ピンチを越えられるようになってきてるよね、なるほど、はい、まあ中田が初の4番に入り、そうですね、そうそう、まあ岡本が6番になったんだけどさ、まあ最初のチャンスの時にまあ、中田が、まあ、センター前にタイムリーね、まあ、打つとかね、まあ、中田の状態が非常に、安定してきたかな、はい、で、まあ、中日の方は強打が上がってきて、プロ入り初の、そのセカンドに入るんだけどもさ、まあ、中田の打球は止めれたかなっていうような打球をやっぱ慣れてないんだろうね、まあ、センター前に抜けていったんだけどさ、それが先取点になったというね、だからまあ強打、まあ、途中で代打も出されたしね、大丈夫かなっていうちょっと心配だったかな、はい、はい、まあそういう3連戦でした。あの大阪桐蔭の対決がありましたね、根尾投手と中田翔ね中田翔選手の、ちょっと詰まってセンターフライだったけどさ、はい、まあ、どういう思いで根尾は投げたのかね。そうですよね、まあ、全然ね、あの年がだいぶ離れてるので同じタイミングで大阪桐蔭ではやってないですが、もうね、代表する選手なので大阪桐蔭も、まあ、そりゃそうだね、なんかちょっとワクワクしますよね。まあただね、そのネオがピッチャーに転向した当初はなんかバッターたちもなんか野手だろっていうような、そんな感じの打席の送り方だったんだよね、だけど最近ではやっぱピッチャーネオを認めたようなバッターたちのその所作というかさ、そういうものを感じるよね、だから認められてきてるんだよネオのピッチャーっていうのは、だから非常にいい対決だったと思うよね。どうですか、こう投手に転向というか投手になってから直後とこう今少し経ってからっていうのはやっぱ少し変わってきてますか。やっぱり球種もね、投げれるようになってるし、コントロールも安定してるしね、非常にあのピッチャーらしくはなってきてるよね。なるほど、だからまだまだ伸びしろもあるからさ、はい、まあ楽しみにしたいですよね。そうですね、はい、はいはい、次カープ対、ヤクルト、はい、ね、1戦目森下と高梨、高梨がコロナ明けどういうピッチングをするか、
ね、楽しみだったんだけども、はい、6回95球、まあ、1失点というね、まあ、ピンチがありながら、はい、こう非常に粘りを見せてくれた、うん、ただ投げ合った森下が、はい、素晴らしい出来だったね。9回、うん、104球5安打で、お松田では初となる三塁を踏ませない完封劇と。素晴らしいですね。あ、素晴らしいよね。うん、でまあ西川がね、まあ、タイムリー打つんだけど、はい、やっぱり西川がやっぱこう打線に入ると厚みが出るね。うん、だから非常に西川が復帰してきてくれたっていうのは、まあ、広島にとってはこう起爆剤というかそういうことになってるね。うん、でヤクルトの方は、はい、サンタナの守備が少しもたつくんだよね、この試合で。本来は二塁打のところをちょっとクッションボールを誤ることによって、まあ、三塁打にしてしまってるというね、まあ、そういうことが、まあ、失点にもつながったしちょっともったいなかったなというね。なるほど、うん、ただこの試合で村上が3安打打って、はい、首位打者に2毛差に迫ってるんだよね、その時ですね。その時はだから三冠王も見えてきたぞみたいな。いや本当ですね、いつの間にっていう感じですよね、うん、ただその森下が5安打にね、5安打で9回完封してるんだけど、そのうちの3本を村上が打ってるという。うん、ということは他のバッターはなかなか打ててないということだよね。そうですね、はい、はい、2戦目栗、はい、と星、はい、でまあ、星が3回3失点ということでちょっとゲームが作れないんだよね、はい、で昨日もその前の試合も5安打に森下に抑えられてて、でやっぱ3回までに3点取られるとやっぱり今の打線ではちょっと苦しいかな。うーん、で相手は栗6回116球球数がすごく多かったんだけども、はい、気迫があったんだよね。うん、なんかすごく、うん、慎重に投げてたね。でまあ 6回を0点に抑えて先発投手では2ヶ月ぶりの勝ち投手になる。うん、でも、はい、なんか期するものがあったのかどうかわからないけども非常に気持ちが出てたね、このピッチングは。うん、で野間と西川、坂倉が、まあ、タイムリー打ったりだとか小園がホームランを打つとかね、だから非常にあの広島打線はなんか非常にこう西川が入ってきて、はい、またその打線が流れるようになってきたかなっていうような感じがするね。で3戦目、はい、野村とサイスニード、まあ西川のホームランがもう効いたね。あ、スリーランかな、効いたな。で小園のタイムリーもあったりとかで、西川は8月6日に、はい、復帰してから、はい、20打数8安打の4割打ってんだよね、うん、すごいですね。すごいすごい。だからこの選手が帰ってきたことによって、うん、まあ広島全体のバッティングの状態も上がってきたというね、うん、まあそんな感じがします。はい、でこの試合で村上が最年少記録の40号、うん、すごいですよね。あ、まあ、今までは王さん、秋山とか王さんとか秋山が持ってた記録、うん、23歳を、まあ、これ塗り替えるわけだけども、はい、ことごとく王さんの記録を村上が塗り替えていくというね、いやすごいよねやっぱね。本当なんかこうカードはチームは3連敗してるんですけど、うん、こう村上選手だけ好調っていうような感じですか。まあ、好調というよりもね、やっぱね村上の態度は40号を打ってやっぱ狙ってたとも思うし、うんうん、はい、それを打てた自分がいるのにもかかわらず、うんうん、喜び一つ表さないんだよね。やっぱチームが負けてる、いや負けちゃいけないんだというね、優勝したいんだという気持ちが全面に出てて、その40号を自分で祝いたいんだけども微塵もなかった、その姿に俺は感動したけどね。
そうですよね、こうね、村上選手っていうのはやっぱチームの勝利を一番に考えてるっていうのがよく、まあ、優先するよね、うんうん、だから素晴らしい選手だなと思う。でもおめでとうございますだよね。本当にそうですよ ね、 ね、まあ本当に50本、60本打ってほしいなと思うけどね。ねえ、もう本当そういう記録もそうですし、本当三冠王っていうのが見えてきている。いや、完全に見えてるよ、ね、ただあとは打率だよね。もうホームラン打点を抜く選手は今年はいない、うん、あとは打率だよ。ねえ、ね、打率もこう差がどんどん縮まってる気がしますけど。いや、まあまあ可能性はあるよね。これはもう変動性だからさ、打ちゃ上がるし、ね、打たなかったら下がるから、うん、まあこれは最後までわからないね。ね、はい、はい、はっきりした3連戦、はい、コロナの影響再びということで、うん、やっぱ阪神がちょっと辛くなってきてるね今ね、コロナの影響もあり、はい、まあ、近本中野大山がいないっていうのは非常に苦しいよね、うん、まあ球場の関係もあって、うん、移動も多いっていうのもまたありますしね。でヤクルトの方は、はい、やっぱ全体的な状態が悪いで、塩見も2戦目に外れたりだとかさ、あ、はい、やっぱ塩見がやっぱ牽引してほしいなと思うけどね、うん、なかなか状態が上がってこない、はい、うん、でジャイアンツの方は、まあ、中日に当たってよかったかなという。中日がやっぱりね、うん、バッティングの状態が悪すぎる。なるほど。だから辛いよねちょっとね、今ね点が取れない。なるほど、うん、だからまあそういうセリーグのまあ3連戦でした。はい、はい、まあ続いてパリーグです。パリーグはこんなになりました。はい、日本ハムが2勝1分け、はい、はい、でオリックスが2勝1敗で、ソフトバンクが3連勝ということでした。はい、まず日本ハム対西武、うん、もう面白かったよこの3連戦はで伊藤大海と高橋光成の投げ合いで始まるんだけどもさ、はい、やっぱまあ言えばエース同士の投げ合いだから、うん、まあ、まあ、接戦するんだよね、うん、ただその中で日本ハムのその古川という、まあ、若い選手が、うん、まあ、先制タイムリー打つとかね、うんうん、若手がすごく頑張るんだよ、はい、だけど西武の方はベテラン中村が7号の逆転ホームランを打ち、はい、ね、リードしていくんだよね、うん、でその試合で日本ハムの方は万波にスクイズ出すんだよ、空振り失敗で今川にバスターエンドラン出すんだよ、はい、うん、空振り盗塁失敗、はい、うん、でちょっと流れが変わったのが8回に森がバントの処理をエラーするんだよね、うん、うん、で上川畑に同点タイムリーを許すんだよ、うん、で2対2になるんだけども、はい、で9回に山川が、勝ち越しのタイムリーを打つ、うん、あ、もうこれで勝つなと思ったんだけども、西武が、うん、西武がね、でも9回に杉谷清宮が連打し近藤に回すんだよね、はい、で近藤外のボールが中に入ってきちゃったんだよ逆球で、はい、うん、で近藤がそれを逃さず打って逆転サヨナラスリーランというね、はい、あ、自らの誕生日を祝うという、なんというタイミングでしょうね、まあ、本当だよねいやだけどね、やっぱ最後まで諦めない、まあビッグボスが言ってたけど、近藤の逆転サヨナラスリーランが私の失敗を全部帳消しにしてくれたと、うん、あ、まあちゃんと認めてね、うん、そのスクイズやれよとかバスターちゃんと当てろよじゃなくて、それは私のミスだったっていうのを認めながら、うん、まあ、近藤を称えたというね、うん、非常に感動的な試合だったね、うん、
はい、で、はい、2戦目上原対平井、うん、ね、まあ梅林とか今川が、まあ、同点タイムリーをそれぞれ打つんだよね、うん、あで両チームの中継ぎ陣が頑張ったわ、うんうん、で西武の方は外崎がホームランを打ったりだとか、はい、あしたんだけどもね、で愛斗もタイムリーを打ったか、はい、でずっと同点でいくんだけど両チームのその中継ぎ陣が流れを与えないんだよね、うん、で上原からまあ、うん、玉井、井口、ロドリゲス、吉田康生、古川、メネズ、まあ、こういうピッチャーがやっぱこう非常に点を与えない、うん、で西武の方は、まあ、本田、水上、増田、宮川とか某高橋もそうだね、はい、そういうピッチャーがやっぱこう頑張った。で面白いのは日本ハムはイニングの途中で中継ぎ陣をこう差し込んでくるんだよバッターによって。で西武の方はイニングの頭に持ってくるんだよね全部、うん、それで1回ずつ投げさすという、まあ使い方もなんて言うんだろういろいろあるなと思ってさ、まあそれでまあ引き分けたというね、長い試合だったけども、はい。で3戦目は鈴木対、松本、はい、鈴木が6回105球、まあ、2失点ということで、まあ、立ち上がりフラフラしたんだけど、はい、ゲームをしっかり作ったよね、うんうん、で松本はもう最後まで投げ切るんだよ、はい、うん、だけど清水にさよならタイムリーを浴びるというね、まあ、そういう試合だった。その中でまあ、今川が逆転のホームランを打ったりだとか、まあ、いろいろなことがありながら、まあ、清水がサヨナラを打つという、はい、でその時にねオグレディの守備位置がちょっと深い、オグレディの肩からするとちょっと深いような感じがするんだよね。でダイソーの中島拓也かな出てたと思うんだけど、はい、それが楽勝に返ってくるわけよ。うん、だからまあそこら辺のその守備のね、うん、守備固めを使うとか、はい、まあそういうことがあってもよかったのかなっていうような、うん、まあ最後の終わり方だったんだけども、うん、でも非常に面白い試合をやるようになってきたね、また日本ハムが、うん、で西武はずっとリードしながら追いつかれて逆転されるというさ。なるほど、うん、だから非常にストレスが溜まったと思うよ。うん、なるほど、はい、で、はい、次オリックス対楽天、はい、オリックスは田島、うん、楽天は則本、はい、ね、まあ則本の方から言うといきなり小深田のエラーから始まり、はい、まあリズムに乗れないよね、うん、で リズムに乗りかけたなと思ったら岡島のエラーでまあ失点をしていくというね。はい、でやっぱり則本が勝てないと楽天やっぱ浮上していかないよねなかなか。で一方田島の方は楽天に対して今季4勝目、はい、負けなし、相性抜群なんだよ。うん、で自身7連勝というね安定感も素晴らしいという。なるほど。でこの試合で西野という選手がね57試合ぶりに先発出場するんだけども2本のタイムリーというね、うん、まあ使う選手が当たるというかさ、うん、まあ則本にも相性が良かったんだと思うんだけども、まあ則本がねやっぱエラーで足を引っ張られ勝てなかったという、うん、相手は楽天に抜群の相性を誇る田島ということでね、まあ田島も力あるからね、まあそういう一戦でした。で2戦目、はい、山本、辛島、はい、はい、まあ8回山本がね8回115球5安打、11三振無失点という、うん、で平野にバトンタッチするんだよね。で平野が岡島に9回ソロホームランを打たれ1対1の、まあ1対0でずっと言ってたんだけど1対1の同点にされるんだよ、
うん、でワゲスバックが、押し出しでね、うん、決勝点を与えるという。はい、まあやっぱりこう楽天を見てると今島内岡島っていうのが、うん、まあ非常に当たってるよね。だからこの2人の前にランナーをいかに置くかっていうのが一つのポイント。ただやっぱこう当てが外れて山本が負けたっていうのがさ、そうですね、あちょっとオリックスにとってはちょっと残念だったよね。で3戦目、はい、宮城と湯気、湯気がここに来て先発するほどやっぱこう楽天は困ってんのかなっていうね、まあ、そんな感じがしたんだけども、はい、まあ、宮城の方は、8回108球2安打、まあ、抜群の安定感があったし、まあ、非常にチェンジオペースというか力を入れるところ抜くところ、はい、まあ、こういうことも抜群にできてたし、宮城の状態がちょっと上がってきてるかもね。うん、でその中でまあ、頓宮がツーラン打ったりだとか、ゲンというね選手を使うんだけども、はい、2安打打ち、そのうちタイムリーもあったという、うん、まあ、中京高校から2020年のドラフト2位という、はい、これはね188センチぐらいあるみたいなんだけど、これまたなんか素晴らしいこう杉本みたいなタイプになるんじゃないかなと思ってさ。なるほど。だから楽しみな選手がやっぱオリックスってたくさんいるなと思ってさ、まあそういうふうに見たけどもね。で宮城が勝ったと。で湯気がダメだったんだけども、やっぱこう楽天の打線がちょっと止まってるかな。まあその試合浅村がホームラン打つんだけど、その1点で終わってしまうというね。なるほど。だから非常に楽天は則本が勝てない、ね、ちょっとピッチャーに困りだしたぞっていうようなことかな。なるほど。はい、はい。で最後ロッテ対ソフトバンク、はい、風が15メートルぐらいある、はい、ゾゾマリンなんだけども、はい、まあロメロが6回107球8安打というね。で一方石川、8回117球3安打、はい、まあ今宮がこの日から復帰してタイムリー、うんうん、それで周東と今宮のエンドランで、うん、それが見事に決まってライト前を打つんだけど、そのライト前から周東が一塁からホームまで帰ってくるというね。すごいですね。すごいすごい。周東がなんかすごく生き生きしてるよね。あの足は武器になるよね。でその中で石川が、まあ、ナイスピッチングをするわけだけども、あの風があるからさ、風の影響でものすごく曲がるんだよね。だからそれにもう全くロッテ打線が合わなかった、あのカーブに。で抑えられたんだけどもさ、三振の数もロメロは結構取ってたんだけど、10三振というね。うんうん、だけどなんかこうそういう小技、そういうことをこう仕掛けられて、まあ勝てなかったというね。まあ石川は逆に風を利用したという、はい、まあそういう試合でした。で2戦目、はい、佐々木朗希と東浜、はい、佐々木朗希期待しましたけど、柳田にカーブをホームラン打たれるんだよね。でバッテリーで、若いバッテリーで話し合ってるんだけど、はい、その後からカーブを投げなかったのよ、はい、でソフトバンク打線っていうのは3球までに必ず勝負に来てたの、はい、ボールを見ないでもうま、うん、っすぐ来たら打ちに行くというね、うん、で柳田がカーブを打ったために、うん、やっぱソフトバンクのバッターたちがもう全てまっすぐが来たら振りにかかったんだよね。うーん、まあ、それがヒットになりツーベースになりで、はい、まあ、ノーアウト2、3塁になったのかな。
そっからやっぱこうスクイズを仕掛けていくというね。うん、2回連続スクイズを仕掛けて、はい、まあ、それが成功して、まあ、佐々木朗希をこう攻略していくわけだけども、はい、もう回のなんていうのスクイズなんかもうこんなになってたからね、やっぱ速いボールだけに、まあ、スクイズっていうのは失敗もできないしフライも上げちゃゲッツーになるしね、だから必死に食らいついてスクイズしてたけども、はい、やっぱ佐々木朗希とその、松川、はい、話し合うのはいいんだけども、もう一つ上を行かなきゃいけないよね。まあ例えばそのカーブを打たれたらそのカーブを使わないんじゃなくて、うん、それをより低く投げるとか、そういう努力の方が良かったかなっていうふうに思うよね。だからまっすぐ、まあ柳田がカーブを打ったがために、もうまっすぐカーブはないだろうと思って、もう1、2の3、1、2の3で打ちに来てたからね。でもそこら辺はやっぱりこう見事だったかな。なるほど、攻略の仕方がね。まあそういうことで佐々木朗希も勝てなかったと。佐々木朗希投手はやはりこうみんな攻略しようというふうなことで研究もされるし、まあそれはね、やっぱ攻略したいピッチャーだよ。そうですよね。そうそうそう、だからまあそういう意識をねもう少し強く持って、まあそれも分かってるとは思うけどね。はい、でもまっすぐは本当に力があっただけに、コンビネーションをもう少し考えてくれればね、なるほど、よかったかなというね。そういうところは、まあ、そういった配球だったりとかでまた一つ、あの上のというかいい風になっていっぱいいかなというところですか、ね、変わってくるよね、はい、で、はい、3戦目種市、はい、もう久しぶりなんだよね、うん、でレイ、これも久しぶりの、はい、まあ種市はもう年越しに久しぶりなんだけども、はい、まあレイも久しぶりで、うん、だ決勝ホームランを打つ今宮なんだけど、はい、増田からね、はい、10球9球粘って10球目に捉えるんだけどもさ、うんうんうん、やっぱさすがだね。だからホームランボールを投げさすために際どいところは全部こうファールにしながら、最後に来たホーム、あの最後に来たホームランボールをやっぱ逃さなかったよね。だから今宮がちょっと足のコンディション不良で休んでたけども、やっぱ帰ってきたら大きな仕事するねこの選手は。で、まあ、ロッテの方はやっぱ打てない、ロッテこれで4連敗、後半2勝10敗、チーム打率2割1分8厘、で、マーティンが、4番に入ったんだけど、マーティンの打率が1割6分2厘ぐらい、まあ、今日はホームラン、昨日はホームラン打ったけども、だけど、やっぱつながらないね。これはやっぱ深刻だわ。ねえ、やっぱこれはなんでしょうね。やっぱりこの夏場で、うん、なんて言うんだろう。やっぱ打撃がこう調子が上がってこないっていうのはさ、ちょっと致命的になりそうだよね。なるほど。ただそのソフトバンクの方も。レイから、中継ぎ陣をつないでいくわけだけども、やっぱりいいよね。だからソフトバンクのピッチャー、まあ、風もあったけどこの3連戦、はい、その風を味方につけたのはやっぱソフトバンクだし、本拠地で風を味方につけられなかったのがロッテというね、まあそういう3連戦だったかな、はい、はい、でストレスをたくさん感じた3連戦という、はい、まあ例えば西武、うん、まさか最下位の日本ハムにこんな試合を強いるとは思わなかったと思うし、
まさか勝てなかったですからね。そうそう、カードでオリックスの方は山本が負けるというね、はい、うんうん、まあ負けてはないんだけど山本が投げた試合を落としてしまうというね、うんうん、本当だったら3連勝できたのにというストレス、はい、でやっぱ本拠地なのに相手にその本拠地の風を利用されたという、うん、こういうストレスが溜まったんじゃないかなっていうふうに、まあ、感じた3連戦だった。なかなか思惑通りにはいかなかったということですかね。全くいかなかったね。はい、さて順位表です。はい、どうなりましたでしょうか。こうなりました。はい、まあセ・リーグの方は、うん、DeNA と阪神がこう入れ替わったね、3連勝でね。はい、でヤクルトに対して7ゲーム、はい、うん、ヤクルトに対して DeNA って最大 17.5 ゲームぐらいあったんだよね、うん、もうここに来て10ゲーム縮めてんだよね。すごいよね。はい、で阪神がちょっと心配、今状態が、ね、状態がね、うん、ちょっと打てないっていうのと、やっぱコロナで離脱してる人間がいるということ、うん、で広島が状態を上げてきた西川を中心に、はい、まあ、小園も良くなってきてるし、だからここら辺がいい勝負になってくると、やっぱここ、うん、阪神がちょっと心配になってきてるね、コロナのあれでね、うん、はい、で尻尾が見えてきたヤクルト、はい、前回までは影だったんだけど、はいはい、今日しっかりちょっとした尻尾が見えてきたというね、うん、ちょっと今日から、うん、ヤクルト対 DeNA の戦いがあるんだよ、うん、首位攻防戦、うん、ここで仮に3連勝でも DeNA がしたら、はい、4ゲームだからね。そうですね、ゲーム差、うん、DeNA は今ここがチャンスというところですよね。ここはもう絶好のチャンスだよ、ね、ただヤクルトにとっては台風という味方がつくかもわからない。あ、うん、ちょっと天気が崩れる可能性があるのよね。なるほど、まあ、DeNA の方は絶対やりたいと思ってるだろうし、うん、ヤクルトの方はちょっと調整期間が欲しいなっていうふうに思ってる可能性もあるよね。なるほど、はい、うん、はい、じゃあパ・リーグ、はい、ね、3ゲームあったのがソフトバンクは頑張って、うん、ね、0.5 ゲーム差まで詰め寄ってきました、はい、ね、オリックスもいいという、うん、ただロッテが4ゲーム離れちゃったの、ね、ちょっとそこから、ね、離れちゃいましたね、うん、だから危ない、ちぎれるっていうのはロッテのこと、はい、今までこの5チームの中に完全にいたのに、うん、これ離されるともう上位4チームになっちゃうということ、だからもう踏ん張りどころだよね。はい、まあそういう3連戦で大きくいろいろ動くね、やっぱね。やっぱこう3連勝とかあると、うん、結構、ね、動くな、うん、まあまあでも何といっても今日から首位攻防戦、はい、これはね見逃せない。こうね、なんとなく豊さんの予想にも近づいてきているんでしょうか。そうだね、まあ、それと13日に13日土曜日、はい、中継が入ってんだけどもさ、はい、13日なんか直撃っぽいんだよね台風が。もう見たいけど ね、 ね、解説もしたいけど、天候行けばいいですけど、うん、まあね、うん、まあ、どうしてもこの時期というか、まあね、天候の不安定さはどうしようもないですが、まあそうだね、うん、まあただ首位攻防戦が今日から始まるんで、そうですね、まあぜひ注目をしてください。はい、はい、ありがとうございました。